こんにちは。あの、ツイッターを見ているとね、一つちょっと気になるツイートがあって、また、リブライ飛ばしたり、動画を作ったりしたんですけども、それはね、お金持ちには、お金がない苦しさ、貧乏の気持ちがわからないっていうことなんですよ。うん。私はこれにね、あえてね、そうじゃないんじゃないかなっていうふうに、まあ、反論をしてみたんですね。まあ、直接その人にじゃなくて、動画を作るっていう形ですけども。というのが、 お金持ちっていうのは誰よりもお金のことを真剣に考えて誰よりもお金の問題を解決するために勉強して誰よりもお金を得るためにいろんな挑戦や失敗を繰り返してきた人なんだろうなと思うんですよそしていつしかお金を稼ぐことが好きになってお金を稼いで稼いだお金が銀行の残高にいくらあるかってことを忘れてですねとにかく今できるお金稼ぎを一生懸命してることなんですよ でお金稼ぎの正体は何かっていうと困った人を助けてあげるってことに尽きるんですよねもしくは喜びを得たい人に喜びを提供してあげるそれがお金稼ぎのシンプルな、まあ、法則らしいんですよねまあそういうふうにしてどんなことにだったら人はお金を払ってでもそれを得たいと思うだろうかっていうふうに真剣に真剣に考え続けた結果それをやり続けることが喜びになってそのお礼としていただけるお金は その証拠としてね銀行口座にどんどん積み上がっていくつまりお金を使うことが目的ではなくなっているんですよねさあそこでね私がねすごく面白い身近な例を思い出したんですよそれはこの億万長者合宿の理由ですこれ動画のやり取りすることに多分売り上げ的な意味はないんですよねつまりはこの動画のやり取りを通じて目的は当初億万長者合宿の参加者を募ることでした なんで参加者を募るかっていうともちろんねそこでいろんな人の手助けをしたいとかいろんな問題解決をするうそういうようなエピソードを作りたいってこともありましたけどもシンプルにお金がなければやってないことなんですよ経費を上回る売り上げが見込めるからやったっていうのが大前提ですでは億万長者合宿が終わって今このやり取りをしてお金に向かってるかっていうとお金に全然向かってないんですよねさっきのお金持ちの例ですけども 行動することに対して億万長者合宿のやり取りすることによって人に気づきを与えられるかもしれない自分のトークスキルやこの動画のやり取りのレベルが経験値が上がるかもしれないっていうことが目的になってるんでお金のためじゃなくなってるんですよどちらかというとこの億万長者合宿のやり取りが偶然お金になるっていうのは副産物になっちゃってるんですよねさあ先ほどのお金持ちの例お金が銀行口座にたまるのはあくまでも副産物で 自分の力がどれぐらい人の役に立てるかな。自分が関わることによって、どれだけ多くの人の悩みを解決できるだろうかっていうところが目的になっているところが面白いところですよね。さあ、それでね、この話を聞いた後で、お金持ちにはお金持ち、お金のない人の苦しみがわからないっていう言葉はどういうふうに映るかなということなんですよ。金持ちには金がない人の気持ちがわからないっていう言葉と発想自体は動いてません。 でも、お金持ちが本当はどういうふうな気持ちや目的を持っているのか、どのように変化していたのか、そういうふうなことをちょっと垣間見たことによって、金持ちは本当に金がない人の気持ち、金がない恐怖、それが分かっているのかなどうでしょうかねお金持ちはお金を失うことを恐れますよ。だからお金に対して真摯に取り組んでるわけなんですよね。じゃあずっとお金がない人って、 お金の苦しさは理解してるけどもどうやったらその苦しさから逃れられることができるかって真剣に考えて行動してるのかなっていうところに行き渡るんですよねさああとはどういうふうに考えるかはこの話を一通り聞いた方が判断することですお金持ちにはお金のない人の苦しみがわからない,い逆にお金がない人にはお金をたくさん持ってる人の真の意味っていうのはわかるんでしょうかってことですよね それでは今回は真実の真、真の意味でお届けしてみましょういってらっしゃい